分かってるのか。次はどのゲームをやろうか。射的がやってみたい。水着によってもいいデザインだよ。次はスパゲッティをインサル。了解。あとこれも大切だから言っておくけど、バトンタッチする。うん、ではでは。こちらの美しいビーチはコスタデルソルで一番にぎわう観光スポットですね。サーフィン、リゾートウェア似合ってますね。ビーチに入りますか。じゃあ行こう。かっこよくね。おお、レッド、どうかな。ティファはイルカのようにしなやかで、エアリスはクラゲのように柔軟だな。褒めてくれてるんだよね。人間の美醜は私には分かりかねる。緊張感ってもんがねえぜ、まったく。お待たせ。クラウド、どうかした？え、ああ、いや、ここは、その、日差しが強い。気をつけろ、焼きすぎると痛い。あとでな。クラウドも真っ赤になりそう。ヒリヒリで、ヒューヒューだね。おい、道開けろ。おお、ちょっと。おお、なんだ、君たちも来ていたのかね。ああ、今日の目的はエアリスじゃない。もちろん協力してくれるというのなら歓迎するがね。お断りします。それより。これから私の見せ物が始まる。君も参加するかね。ん？え、もう待って、楽しみ。どうだ、私の助手にならんかね。生活はシンラカンパニーが生涯保証しよう。今考えている実験には女の助手が必要でね。そう、新たなる英雄の創造だ。さすが博士。英雄には万人がひれ伏す美しさが必要なのだ。英雄は資質や功績だけではなく、印象に対して与えられる称号だからな。理解できるかね。よくわかんないけど、すごい。ようこそいらっしゃいました、博士。娘たちは気に入っていただけましたか。博士の白衣、セクシーで素敵。ねえ、そのメガネ、私に覗かせてくださらない。シュワシュワの炭酸だよ。甘いフルーツはいかが。はい。隊長、目隠し完了しました。自分、本日は訓練と伺いましたが。マーガリン、魚の干物ってこんな気分なのかね。
君も呼ばれてきたのだろう。何の話だ。自覚がないのか。見たまえ、君の兄弟たちも集まってきたぞ。な、並べろ。はーい。何する気だ。さあ、実験ショーの開幕だ。これぞリユニオンの力。おお、この状態の決戦が欲しかったのだよ。貴様まで捕獲できるとは。改めて歓迎するよ、エアリス。慎重に。甘いシャック。
手はあるはずだ。霧となれ。はっ。はっ。こっちだ。行くぞ。こっちだ。はっ。せいで。おい、そこのお兄さん。え？こっちこっち。お、俺？助けたいんでしょ？お、ちょっと。え？絶対。うん。気を抜きだな。
北条のせいでめちゃくちゃだな。いや、我々のせいか、奴のことになると平静でいられなくなる。戦わなければもっと被害が出ていた。仕方ないさ。そうだな、そういうことにしておこう。なんだかんだユーフィーに助けられちまったな。俺はあいつらに何もしてやれなかった。何もかも悪いのは北条だ。あいつをこのままにしておくわけにはいかねえ。必ず後悔させてやる。お店の人が見つからないから勝手に作っちゃった。コスタデルソル、お店でもたまに作ってたんだ。いつか行けたらいいねって。セブンスヘブンでシェイカーを振ってたのがすごく昔のことみたい。まだそんなに経ってない。それは分かってるけどね。クラウドの分も作ろっか。いや、いい。ティファのカクテルはセブンスヘブンを再建してからだ。バレットとの約束なんだ。いつの間にそんな約束したの？内緒だ。内緒にする意味わかりませんけど。綺麗な海、マリンにも見せてやりてえな。お店の人が見つからないから勝手に作っちゃった。コスタデルソル、お店でもたまに作ってたんだ。いつか行けたらいいねって。セブンスヘブンでシェイカーを振ってたのがすごく昔のことみたい。戻りたいか？お店？それはもちろん。でも今は進むしかないって分かってる。気持ちは行ったり来たりしちゃうけどね。ねえ、
クラウドの分も作ろっか。いや、いい。ティファのカクテルはセブンスヘブンを再建してからだ。バレットとの約束なんだ。いつの間にそんな約束したの？内緒だ。内緒にする意味わかりませんけど。お店の人が見つからないから勝手に作っちゃった。コスタデルソル、お店でもたまに作ってたんだ。いつか行けたらいいねって。セブンスヘブンでシェイカーを振ってたのがすごく昔のことみたい。そうだな、いろいろあったよな。クラウドは忘れたいって思う？辛いことや悲しいこと。忘れられない。辛かったことほど。うん、私も同じ。ねえ、クラウドの分も作ろっか。いや、いい。ティファのカクテルはセブンスヘブンを再建してからだ。バレットとの約束なんだ。いつの間にそんな約束したの？内緒だ。内緒にする意味わかりませんけど。いつか落ち着いたらただ海を見てぼーっとしたいね。ミッドガル、この海の向こうだよね。本当のお母さん、イファルナっていうの。お母さん、セトラだからって北条に捕まってひどいことされて、だから私、あの人が憎い。時々復讐とか考えちゃうんだ。あんまりひどいこと考えて自分が怖くなるくらい。他人を憎む気持ちは誰にだってある。気にするな。私は気にしちゃうな。先のことはその時が来たら決めればいい。その時の気持ちで。結論がどうだろうと決断。頼もしい。戻ろっか。その時の気持ちで決める。うん、そうだね。その時はよろしく。ああ、ううん、未来の私に頼んだ。きっとすっごくいい女だよ。お見逃しなく。いつか落ち着いたらただ海を見て
ぼーっとしたいね。ミッドガル、この海の向こうだよね。本当のお母さん、イファルナっていうの。お母さん、セトラだからって北条に捕まってひどいことされて、だから私、あの人が憎い。時々復讐とか考えちゃうんだ。あんまりひどいこと考えて自分が怖くなるくらい。ただの想像だ。気の済むまでやればいい。心配いらない。そうかな。先のことはその時が来たら決めればいい。その時の気持ちで。結論がどうだろうと決断。頼もしい。戻ろっか。その時の気持ちで決める。うん、そうだね。その時はよろしく。ああ、ううん、未来の私に頼んだ。きっとすっごくいい女だよ。お見逃しなく。ミッドガル、本当のお母さん、イファルナっていうの。お母さん、セトラだからって。考えすぎだ。だって先のことはその時が来たら決めればいい。その時の気持ちで。ミッドガル、この海の向こうだよね。本当のお母さん、イファルナっていうの。お母さん、セトラだからって北条に捕まってひどいことされて、だから私、あの人が憎い。時々復讐とか考えちゃうんだ。あんまりひどいこと考えて自分が怖くなるくらい。ただの想像だ。気の済むまでやればいい。心配いらない。そうかな。先のことはその時が来たら決めればいい。その時の気持ちで。結論がどうだろうと決断。頼もしい。戻ろっか。
その時の気持ちで決める。うん、そうだね。その時はよろしく。ああ。ううん、未来の私に頼んだ。きっとすっごくいい女だよ。お見逃しなく。忘れないよ、今日のこと。いつか落ち着いたら、ただ海を見てぼーっとしたいね。みんなのところへ行ってやれ。綺麗な海、マリンにも見せてやりて。おう、もう行くのか。バカンスの終わりだね。ま、ちっと騒ぎはあったけどな。ホテルに戻ろっか。海から遠いシーサイドジョニーだ。このくらい平気です。おかげで助かった。その実は俺の大活躍を見てた女の子たちが教えてくれたんです。ホテルやカポの市長のこと。俺騙されてたのに何も見えてなくて。お金借りてるんだよね。返す当てはあるの？それが町を救ったヒーローをこれ以上カモにするならあんたの悪事世界中に広めてやるって女の子たちが市長に詰め寄って、気づいたら全部チャラ。おお、そりゃいい。コスタの英雄ジョニー、必ずやシーサイドジョニーを七つ星のホテルにしてみせます。うん、応援してる。今日のところは星なしジョニーだけどな。精一杯おもてなししますか。いて、ありがとう。おいおい、大丈夫か。こっちっす。先が思いやられるぜ。世話になった。そんな、俺の方こそ。兄貴たちはこれからどうするんですか？クロマントを追いかける。あいつらなら今朝来れる山の方に行っちまいましたよ。怪我してるやつもいたんで止めようとしたんですけど。来れる山、俺たちも行こう。お気をつけて行ってらっしゃいませ。お客様どうぞ、良い旅を。シーサイドジョニー、こっから不死鳥のごとく蘇ってみせますよ。ああ、休むならベッドとか部屋とか自由に使っちゃってください。